あのスタジオレコーディングでも絶対もう後から編集は一つもしなくてもピッチは一つも合わせなくてもいいと思います。どうも皆さんこんにちは、ダビーです。はい、それではですね、まあなんと今日の動画ではですね、ちょっと本当にいつもと違う感じで、もうやったことないんだけど、ちょっとリアクション動画ですね。もうリアクション動画も結構流行ってて、 Bad Romance っていうまあ曲があるんですけれども、皆さんも多分知ってると思うんですけども、あのラララウララ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 のですね、 Bad Romance Challenge っていうのが、だんだん音あキーを高くして歌うんですね。それだからラララウララだからララ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 ラで、もう本当にもうすごい人たちがいて、でそれを今日はちょっと皆さんお見せしながら、まあいろんなですねちょっとリアクションしてみるので、そして皆さんもね、こういう歌についての動画とか好きでしたらぜひいいねをしてください。そしてもう最初からもチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではちょっとね、あのイヤホンをつけて、では始めていきましょう。男の人の声のタイプですね、3つあるんです。ベース、バリトンとテナーですね。で、男の人の方からいきましょうか。男の人の声で見ていきましょう。ちょっと高くなったな。いや、まだ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 、これでちょっとね、高くなるって感じだね。やっばいですね、これはちょっと。すっごい、これはもうこの人もテナーですよ。この人の声もテナーです。いや、やっぱりなんか男の人でなんか高く歌えるのは結構かっこいいんですよ。ダビはちょっとテナーじゃなくてバリトーンなので、ちょっと難しいですね。そういう結構高いキーをね、歌うのはちょっと難しいですね。だから、多分、4番ぐらい。4番はちょっと高い。4番ダビはちょっと3番ぐらいまでかな。この人はもともとちょっと高い声だから、この人はあの、ちょっとコメディアンなんですけれども、で、いつもコメディの動画で、なんかすごいなんか、わーみたいな声をすごい出してて、だから、この人はもともと声が高いので、まあそういうテナーなんですね。まあすごい高く歌えるわけなんですね。Twice a week? That's so exhausting! ベースの人だったらもう、ウォー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 カーネル、ウォー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 でも高くなるから、と思うね。と思う。では次、これはですね、もう女の人で、これはちょっとやばいなんです。いや、やばいね。一緒に見ましょうか、これ。1段ですね。2段。やっぱ、これはちょっと、とやばいですね。これは、ここなんでしょうね。ここ。どこで始まったかな、多分。これ C で始まったんですね。C で始まったんだけど、ここじゃなくて、ここを歌ってると思う。ここで、こう行ったと思う。最後 E だったから、これは高い。これはちょっと高すぎ。てか、女の人でも、これほど高く歌えるのは、ちょっと、本当にもう少ないんですね。もう、これは、たわものって感じ、もう、普通じゃない。でも多分、この音程を歌うには、もう、裏声じゃないといけないと思うね。もう、女の人の声のタイプは、アルト、メゾソプラノ、で、ソプラノなんですけども、この人はちょっとソプラノのちょっと一個下なんですね。だから、もうスーパーソプラノなんですね。ちょっと高いです。本当にもう上手ですね、この人は。でも男の人がもうこれを歌ってたらもう、それはもうちょっとありえない。男の人はもうここ歌えないよ。本当に男の人は確かもうここぐらいだから。では次行きましょうか。これは、ちょっと、まあ本当にやばすぎです。これは、まあ、まず見ましょうか。これはちょっとですね、まあ本当に、まあちょっと当たり前なんですけれども、これはもちろんね、あの人間が歌って、それはまあやっぱりアルビンたちなので、これはもう高くしてるんですけれども、これが本当だとしたら、ちょっとありえないです。これはもう本当にもう、この女の子たちはもうソプラノじゃないです。もうソプラノはもうさっきの女の人より、
ソプラノもう超えてるんです。もう名前がないんですけど、ちょっとまあリスだからね、ちょっとそれはしょうがないんだけど、あと男の子たちもね、もうあの男の人で一番高いのはテナーなんですけれども、もう彼らはテナーでもないんです。でも彼らはもう男の子たちはもうソプラノなんですね。もうこれちょっと やばいやばすぎ。もう一回見ましょうか。あ、最初は女の子たちが立ってて、で後から男の子たちがあの入ったんだね。でこのウォーウォーウォーのところが本当にありえない。これちょっと上手すぎてぐらい。まあこれはね、ちょっとメインボーカルがブリタニーになってて、でブリタニーはちょっと多分ダビが思うにはブリタニーは主戦で歌ってて、多分エルノアはちょっとアルビンと一緒に歌ってると思う。主戦はこれがブリタニーなんですけれども、彼らはこれちょっとこのハモリはあの高い、歌に高いハモリをつけるともうちょっとやばいですよ。彼らはもうプロです。でジャネットとセオドアは多分アルトを歌ってると思いますよ。これなんですよ。でサイモンはブリタニーと一緒に主戦を歌ってると思う。あともう本当にこれはもう彼らはもう絶対ボイトレやってすぎ。もうこれ絶対やってると思います。これ絶対もうやってる。絶対もうだってもう一つも音程ずれてないから、もうこの子たちのショーではもう本当に絶対もう CD が流れてるみたいに、もう本当に音程が絶対合ってると思います。全部ピッチ合わせなくても、スタジオレコーディングでも絶対もう後から編集は一つもしなくても、ピッチは一つも合わせなくてもいいと思います。もうそう、レコーディングしたままはいけると思う。はい、だからこれちょっと話しすぎた。話しすぎました。次に行きましょう。これも本当にやばいです。もう親子でやってるんですけれども、男の人とお母さんですね。これは本当にもう親子でやってるのもすごいし、ちょっとお母さんがうまいから子供もうまいっていうわけかもしれないし、まあそれはね、もう一人一人に頼むものがあるから。でもこれはもう DNA に入ってるわけなんです。この人も絶対テナー、もうテナーすぎ。もうこんな F シャープまで歌えたから、ちょっともう本当にすごい。あと皆さん分かった、ダビがちょっとやってたの、キーのことですよ。最初 C で D フラット D で F シャープで G ですね。 G は高いです。 G は高いです。てかこの曲 Bad Romance は多分その曲のキーは多分 G とか、そういうこの曲はマイナーだから、 E マイナーですね。 G の代わりには E マイナーですね。だから例えば C とかだったら C じゃなくて A マイナー。じゃこの原曲はですね、本当は A マイナーなんですけれども、ドダビはですね E マイナーバージョンが好きです。皆さんわかりますか。だからこれは A マイナーです。こっちの方よりの方が好きです。あとこのお母さんはちょっとすっごい腹から歌ってる感じで、もう全然脳からでもないし、もう腹からでもうわーみたいな、腹から歌ってるんですね。もう本当にわかります。これこの人はちょっと、いやアルトではないと思うけど、もう一回聞きましょうか。いや結構低いね。いやちょっとわかんない、アルトかメゾソプラノかちょっとわかんないです。コメントしてください、どっちかな。でメゾソプラノもそれほど高くないから、アルトは結構低い方なんだけど、この人はちょっとまあ低いは低いんだけど、でも普通みたいな感じだからちょっとわかんないです。あと皆さんも自分の声のタイプコメントしてください。男の人だったらベース、バリトンかテナーですね。で女の人だったらアルト、メゾソプラノとソプラノです。もうこれ以上はちょっとねやばいです。あとちょっと思い出したのがですね、ちょっとアリアナグランデですね。もうすっごい高い声を出してて、もうこれちょっと本当にやばいです。もう機械でやってるみたいで、もう声じゃないみたいです。これもちょっとボーナスでいきましょうか。
でもアリアナグランデはちょっとソプラノですね。これはちょっとこれですかね。いやこれじゃない、もうこれですよ。もう最後のやつ、これはちょっとありえない。これはもう男の人はもう無理すぎ、でも女の人でも本当にこれはすごいです。もう拍手、皆様拍手してください。この人たちのためにもう本当にうますぎです。では皆さんどうでしたか今日の動画。今日はですね、もう歌についてのね動画で、もうリアクション動画で、でもぜひもうボイトレしてください。歌声練習してください。もう本当に歌の世界はすっごい面白くて、もういろんなもう面白いことがあって、もうこんなのあったんだみたいなのもいっぱいあるので、もうぜひ皆さんボイトレとかぜひ勉強してください。すごい楽しいので、あともっと歌声をテーマにした動画をね、見たい方はぜひいいねを押してください。そしてコメントもねよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もしてなかったらぜひしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。